はい、こんにちは。今日はね、いよいよですよ。いよいよっていうのは数学1っていうこの教科の中でも一番なんていうか花形のね、一番まあ面白いところにやっと入っていけるんですね。何をするかっていうと二次方程式です。どんなものかっていうと、例えば二次方程式、何が二次かっていうと、ここ今までは単に x で、その単に x でしたよね。今回からは x 次乗っていうのまで入ってくるんですよね。これ次乗、いつもながら字が汚くて申し訳ない。でもまあ次乗なんですよ。で、方程式っていうのはこれずっとやってきたようにね、イコール0、そのイコールがついてるっていうので、何か一つの文章として何か言いたいことがある、答えが求まるっていう、そういうやつです。で、二次方程式をこれから解いていきます。扱っていきます。二次方程式を解くとしても、方法は実はいろいろあって、大きく分けて3つあります。はい、3つっていうのは、1つは今もう知ってんですよ。解く方法っていうのは知ってて、っていうのが1つある。これ結構大切で、2番目にするのはちょっと新しい方法をね、今までの技では解けないやつが伝わってきます。3つ目はちょっとこれおまけ的なやつなんですけど、ラッキーっていうやつですね。ラッキーっていうのがあるんですよ、いくらか。まあラッキーな方法は、まあ、簡単な方法ってことなんですけど、まあラッキーに解いていこうじゃない。でまずは今日は1からやっていきます。でまずもう知ってる方法ですが、実は新しく覚えることってそんなにないんですよね。で例えば、この式もうちょっときれいに書いてやると、はい、この式でした。これね、新しくイコール0ってついてるから、え、二次方程式です、新しいですよねってやってるけど、これもし最初から見てきた人、これ偉いな、最初から見てきた人マジ偉いと思うんですけど、最初の方の因数分解ってのありましたよね。もうこれずっとやってたじゃないですか。これだけだったら見慣れた式ですよね。で、これどうするんでしたっけ。因数分解って何でしたっけ。で言うと、なんとかかけるなんとかにしましょうっていう数学の技法でしたよね。でこれ具体的にどうするか覚えてます。なんか、たすきがけだとかそういう話がありましたよね。ちょっとたすきがけの話復習まではしませんが、見てもらってほしいんですけど、じゃあこれこの式を仮に因数分解してたすきがけしてみましょう。で、まずここに着目するんでしたよね。で、これたすき掛けしますから、2つ総因数分解して、これなんとかかけるなんとかの形にしてやらないといけない。で、ね、これなんですかって言うと、あ、2×3 かな、わかんないですよって言うと、プラスじゃダメだ、はい、マイナスに変更、たすき掛けできないから。で、そしたらマイナス6って、6じゃないですよ、マイナス6っていうのは 2×-3 に例えばなるだろう。で、あとここ、ここで交互にたすき掛けしてやって、2-3で、これ足し算して -1、 マイナス1がここの値と一緒になってるか、よし、これでうまくいったと。で、答えっていうのはっていうふうに因数分解できるんでしたっていう話でしたよね。分からなかった人は細かく説明しているところ、因数分解に戻ってもう一度復習してみてください。で、なんで因数分解するんだよって言うんですけど、これちょっとまあ書いてみましょう。はい、こうなった。もしかしたらで、これでどうなのって話かもしれないですけど、これすごくもう解けるんですよ、近いんですよ。なんでプラスマイナスが入ってる形から、カッコかける、なんとかかける、なんとかの形にしたかっていうと、これ分かりやすく書いてみると、まあ言ってみれば、なんとかかけるなんとかが
ゼロですよって言ってるんですよね。ってことは、この式の意味についてよく考えてみましょう。何とかかける何とかがゼロだってことは、どっちか絶対ゼロじゃないといけないですよね。仮に A がゼロだったら、ゼロかける B はゼロ。OK。で、A かける B、これ仮に B がゼロだったら、A かけるゼロ。これゼロになりますね。OK。つまり、A か B はゼロじゃないといけないんですよ。っていう形でこの式は成り立ってます。あるいは、もし A と B どっちもゼロでもいいんですよ。つまり、例えば、A たす B にしても、いろんな可能性があるけど、A かける何とかかける何とかっていう形にすることで、すごく答えが定まるんですよ。だから、何とかかける何とかの形にしたい。そうすると、この式にもう一度考えてみると、x プラス2の部分が0か、x マイナス3の部分が0ってことになるんです。で、これどういうことかって言って、今これ x について何とかぐちゃぐちゃ言ってると。じゃあ x について、x についてはっきりさせたいんでしたから、または、こうなんですよね。で、x についてよりはっきり話してやろうとすると、これ計算したらそれぞれ計算してやればいいわけです。はい。で、そしたら x はマイナス2か3ですとなりました。これ 2.3 じゃなくて、またはって、マイナス2か3です。っていうふうに求まるんですね。だから、このプラスとかマイナスが入ってても、いろんな数字の組み合わせがあり得る。ただ、かけるにした瞬間、あ、これだっていうふうに分かるんですね。だから、かける、なんとかかける、なんとかの形にするんです。そうすると答えが分かる。これが一つ目の二次方程式の解き方です。で、もう知ってる方法なんですよね。だいたい一番難しい部分は、ここをこう変える部分なんです。で、これ因数分解。これはもう知ってた。まあ、これについて、じゃあこれが一つ目の方法でしたよ、ということで。次回からは次ね、新しい方法っていうのをまたやっていきます。今回についての今回の動画は、まあ、じゃあこれぐらいで終わりにします。